外国語とは外国で使われている言語のことである。外国語とは外国で使われている言語のことである。例えば、イギリス人にとっては、フランス語、スペイン語、ロシア語、アラビア語、中国語、日本語などは外国語である。また、フランス人にとっては、英語、スペイン語、ロシア語、アラビア語、中国語、日本語などは外国語である。日本人にとっては、英語、 フランス語、スペイン語、ロシア語、アラビア語、中国語などは外国語である。ただし、日本人といっても日系人にとっては、事情は異なり、日系ブラジル人にとってはブラジリ語は外国語ではない。特に日系ブラジル人2世、3世以降にとっては、ブラジル語は自国語である。日系ペルー人2世、3世以降にとって、スペイン語は自国語である。なお、 外国語と対比的な概念、つまり自国の言語は自国語や母国語という。なお、外国語がどの程度理解しづらいかということは、自国語とその外国語との言語学的な隕石関係の深さにもよる。例えば、スペイン人にとっては英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語などは確かに定義としては外国語なのだが、このうちイタリア語、スペイン語、 フランス語に関しては外国語ではあっても特に学習しなくても言われていることのおおよその意味はわかる。スペイン語話者は全く学習していなくてもイタリア語の放送を聞いておおよその意味がわかるし、イタリア語話者はスペイン語の放送を聞いておおよその意味がわかる。フランス人でもイタリア語やスペイン語の放送の概略を理解できる。というのはイタリア語、スペイン語、 フランス語は共にロマンス諸語であり、つまりローマ帝国の言葉であるラテン語が同帝国が支配した広大な地域の中で方言化したものがルーツであり、今も普通、イ、生語には共通の痕跡や類似した語彙や全く同型の語彙が多数残っているためである。ただし、スペイン人がイタリア語を正しく話すことは学習しないと難しい。したがって、 スペイン人とイタリア人がとりあえずコミュニケーションするときは無理して相手の言葉を間違いだらけで話すよりもそれぞれの自分の母国語を話し相手はそれを聞いておよその意味を理解しまた母国語で返答し相手に理解してもらうということを繰り返せばコミュニケーションが概ね成立する。言語社会学的に見ると特に移民族の侵略を受けた国々では 言語的抑圧を受けた経験などから外国語への否定的な感情、排斥的な姿勢が一定程度存在するが、言語的被害者の立場に立たされた歴史がない日本の場合は、そのような感情がほとんどなく、むしろ外国語への強い憧れを持つ傾向にあるとされる。ドイツでのフランス語学習風景。フランス語を学んでいるドイツ人学生が 臨時の先生役になって説明しているところ、外国語教育及び語学も参照ヨーロッパでは外国語学習は行われている。イギリス人がフランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語などを学んだり、フランス人が英語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語などを学ぶということは行われている。先進諸国の中で外国語の学習意欲が特に低い国は米国である。 と言われる。米国が軍事力や経済力によって世界の広い領域で影響力を振るってきたのでアメリカ英語が通じる地域が多いために米国人は米語で済ませてしまう傾向があり結果として外国語を学んだこともないような米国人、外国語の知識が全く欠如したような米国人が非常に多い。その時々の世界情勢 主に日本が交流している国々を考慮しながら日本人は学習する言語を選んできた。平安時代においては日本では海を隔てた大陸にある大国、中国との交流が非常に盛んで中国の言葉を学ぶことが一般的であった。いわゆる漢語であるが教育を受けた者の,の中には中国式の発音や文法等もしっかり学び習得している日本人もいた。 中でも突出して、外国語の習得力に優れていたのは空海である。空海は中国語を使いこなし、文法的にも間違いが少なく、漢詩をスラスラと書くことができた。804年の中国への留学時に乗り込んでいた船が嵐にやられ、座礁するような形でようやく中国の海岸にたどり着いた時、船に乗り込んでいた日本の役人は中国語がうまく使えなかったが、 空海が代わりに話して、窮地を切り抜け、また、助けを求めるために、復讐の長官へ嘆願書を書くことも空海が代わりに、言った。その手紙の文章があまりに見事で美しかったために、それを受け取った長官が感動し、一行を特別待遇で迎え入れ、様々な便宜を図ってくれたという。江戸幕府が鎖国政策を敷いていた時、例外的に手島を設置し、 最初は、ポルトガルと交易したので、ポルトガル語を学ぶ人が多かった。その影響で、日本語にはポルトガル語の影響を受けた語彙が多数、残っている。例えば、カルタ、ビードロ、ボタン、ブランコ、パン、タバコ、ジュバン、コンペイトーなどである。後にオランダと交易するようになり、外国語を学んでいる人の大部分はオランダ語を学ぶ、ことになった。 幕末では、主としてオランダ語が学ばれていた。例えば、福沢諭吉はオランダ語を学び、オランダ語通訳として働き、海外との人脈を作ったり、海外からの情報を得ていた。しかし、日本と米国が、日米就航通商条約を結ぶとしたる、貿易相手、交流国は、米国となり、日本にやってきた、米国人にはオランダ語が全然通じない、という苦しい状況になり、 福沢は英語を学ぶようになった、と福沢の自伝などに書かれている。明治維新で政権を握った人々は、西欧のどの国の制度を模倣するかということで、様々な意見を言う人々がいた。イギリスやフランスの諸制度を取り入れるべきだという人々がいた。こういう人々は英語やフランス語を特に学んでいた。また、ドイツ帝国から諸制度を取り入れるべきだという人々もいた。 こういう人はドイツ語を学んでいた。いくつかの方向性があったのである。例えば、厚生大学の前身には1880年解説の東京法学者及び1886年解説の東京仏学校があり、フランス語を学び、フランス系の法学を日本にもたらす役割も果たしていた。また、例えば1883年に設立された。 ドイツ学協会学校ではドイツ語が学ばれていて、ドイツ系の方学も日本に伝えられることになった。伊藤博文などが権力を握り、ドイツ帝国を模倣する方向で近代化を進めることにしたので、結果として日本ではドイツ語の学習が盛んになった。この時代、医学を学ぶ人は、主としてドイツ医学から学び、ドイツ語を学んでいたので、現在でも医療関係用語には患者を、 クランケというなど、ドイツ語がいくつも残っている。ただ、世界最大の植民地を所有していた、イギリスの制度や情報を取り入れる必要から、この時代に最も学ばれた言語は、イギリス英語であった。が主流であった。また、日本の北側にはロシアがあり、隣国の一つで交流、交易もあったので、ロシア語の学習や制度等の研究もそれなりに行われていた。 第二次世界大戦が軍国主義化した政府によって、英語は適正語として禁止されてしまい、学ぶことができなくなった。第二次世界大戦後、米国の軍が進駐し、日本は米国の管理下に入ったので、英語が盛んに学習されるようになった。その後、日本は米国の同盟国という扱いになり、米国の影響を強く受け続けたために、アメリカ英語の方の学習。 教育が盛んに行われるようになった。なお学校教育においては、英語は外国語という教科の一科目であるが、ほとんどの学校では英語が選択されている。この傾向は、教育カリキュラムでの外国語活動という枠の導入以来さらに強まった。昭和時代から、行政学園では、中学、高校一貫でフランス語教育を行っている。第二次世界大戦後、 日本が米国の影響を強く受けたために第一外国語に英語が選ばれることが増えた。昭和時代を通じて第二外国語としてフランス語やドイツ語などを学ぶ大学生が多かった。ただし西洋史、西洋哲学、西洋芸術などを専門としている人はその学問領域における重要な書籍を読むためにフランス語やドイツ語、英語同等あるいは 英語以上に力を入れて学ぶ人も多かった。20世紀半ばまでは、欧米などに海外留学する場合、1ヶ月以上かけて船に乗って行かなければならず。また、日本円の貨幣価値が非常に低く現地の滞在費が高額であったために、留学は困難なことであった。なおこの時代すでに NHK のテレビ放送やラジオ放送で主要外国語の入門講座は開かれており、 入門段階ではそれを利用して学ぶことは極めて一般的であった。平成期平成期には小学校から英語教育が行われるようになった。公立の中等教育においては原則的に英語が学習されている。ただし、高等学校の中には英語に加えてフランス語、ドイツ語、中国語、韓国語などの外国語を学ぶことができる学校もわずかながら存在する。 例えば、行政学園では、現在も、中学、高校一貫でフランス語教育を行っている。センター試験受験者数の比率としては、2011年度の受験者で英語が519,538人で、中国語392人、韓国語163人などである。大学になると、外国語学部を設置している大学であれば、 その外国語学部で様々な言語を学ぶことができる。また、外国語に特化している大学では多種類の言語を学べるようになっている場合がある。例えば、東京外国語大学では、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、中国語、朝鮮語、モンゴル語、インドネシア語、フィリピン語、ベトナム語、ラオス語、カンボジア語、タイ語、 ヒンディー語、ウルドゥー語、アラビア語、トルコ語などを学ぶことができ、さらにもっとマイナーな言語。一般の人では名前すら聞いたこともないような言語についても、資料、教材等があり学習できる場合もある。外国語、外国文学を専門としない大学生は、二つの外国語を二年程度学ぶのが一般的である。カリキュラムもそのように編成してあることが多い。 各人の学ぶ、外国語、第一外国語、第二外国語と区別している大学も多い。スイスなど、ほとんどの国民が3から4カ国語話せるのが、当たり前の国などと比較すると、統計的に見れば、日本人は相変わらず語学はあまり得意としてはいない。部類になる。フランス語の学習者は、平成期の日本では学習者数が減少傾向にある。とは言っても、フランス語、 ドイツ語、スペイン語などを実用的に使いこなせる人材は、日本国内の大学のフランス文学科、フランス語学科、ドイツ文学科、ドイツ語学科、スペイン語学科などから毎年多人数排出されており、例えば日本の商社の従業員として、あるいはテレビ局の海外駐在員として、あるいは日本国内の外資系企業の従業員、あるいは外務省の職員などとして採用され、 活躍しており、それが世界における日本の経済活動や政治活動を支えている。平成時代になると中華人民共和国が経済力を高めていることを背景に仕事などに役立つことを期待して中国語を学ぶ人が増えている。また、大韓民国との文化交流の増加を背景に韓国語を学ぶ人も増えている。韓国語と日本語は 同じ語族に属す言語で、主語、目的語、術語の順がほぼ同じになり、共通のルーツを持つ語彙も多いので、外国語の中では比較的学びやすい言語の一つである。学生でなくても外国語学習は容易にできる。今も NHK のテレビ放送やラジオ放送で主要外国語の入門講座は開かれており、また放送大学で主要言語の講座は、 無料で視聴できる状態になっており、また最近ではインターネット経由で様々な言語の音声やテキストに触れることができ、各国のテレビ放送もネット経由で視聴する方法がある。ネイティブの教師から直接に学びたい場合、日本国内に学習施設は多数ある。例えば、フランス語ならば、フランス政府系の組織である、アンスティチュフランセ日本の施設で、 フランス人から学ぶことができる。また東京、神田にあるフランス語学校の老舗アテネフランセでもフランス人から学ぶことができ、フランスの学校に入学するのに必要な資格すら取得することができる。また例えば、スペイン語ならば、スペイン政府系の組織であるセルバンティス文化センターでスペイン人から学ぶことができ、イタリア語ならば、イタリア政府の組織である、 イタリア文化会館で学ぶことができる。ドイツ語ならば、ドイツ政府系の組織である、ドイツ文化センターで学ぶことができる。北海道、函館などにはロシア語の教育機関もある。日本国内には、マイナーな言語を教えている施設もある。様々な言語を教える学校が、しかも、各国の政府系の学校が、日本国内に多数存在している。 かつては留学はハードルが高かったが、昭和後期平成の現在では、安価になった航空料金で航空機に乗って容易に海外に行け、しかも20世紀中ばと比べて円が相当に強くなっているので、留学のハードルは下がっており、語学を中級程度まで日本国内で習得した段階で、当該言語が話されている国に留学することで、語学力を向上させるということも、 ごく一般的になっている。ありがとうございます。